で、とりあえず LINE のまとめ方、こういうのが全部ちょっと映ってくれるように。そこじゃ近すぎない？映ってるよ。映ってる？LINE のまとめ方です。でこれはなんつうんだろう、電気じゃないな、パソコン関係の配線コードをまとめるやつとかっていう風にやると Amazon で出てくるやつ、こんな感じで簡単に外せるね。で今ほどいてる部分が、これが細いリーダー、ティペット部分だね。すごい細いところで、こうなってる感じ。だいぶ近すぎね。ちょっとわかる？このぐらいじゃない。で、これを外すでしょ。で、これをいつも通り肘に引っ掛けて、こうやってほどいていけば、ほどいていけば。あ、これ縦のがいいか。途中では変えない方がいいか。ちょっとわかんねえ。ほどいていけば、あの小さいまとまった状態から絡まないで。シューティングヘッドが出てきます。片付けるときは今のの逆でこうやってやって、ちょっとこれも、でこれはリーダーくっついてるけど、リーダーの太い部分は一緒にやっちゃう。でこれはちょっと俺が近づくけど、まずこの状態で一回まとめちゃって、一回まとめちゃって OK?OK、うん、でこれは一回よりが入ってるから、このよりとよりに従う方向に八の字にして、パタ映ってる？映ってる。で一回、これはやりやすい長さがあるから、だいたいこの状態で OK、 映ってる？映ってる。でこの残りの部分を、細いティペット部分をまとめちゃって、で今このぐらいティペットが余ってるけど、これは巻かない。でこの細いティペット部分を最後のこの余りのやつで、よし、巻き込んで、そしたら100均とかで売ってるこの袋の中に入れて、あとは乾燥防止に、俺はなんだ、化粧水入れてる。そうするとラインが乾燥しない。でまたほどくときはさっきと一緒っていう感じです。とりあえずそこをやんねんか。こう通す、ああ通すのやるか。ほらなんかさ、同じことになっちゃうから意味ねえかなと思って。やったほうがいいね。やったのがいいよ。うん、さすが、さすが俺の尊敬する親父様です、ね、カメラまで喋んね。そうだよね。あ、そうだ、なんか喋ってるとさ、ワーワーしちゃう。とりあえずこれを一回説明しながらやったから、もう一回やる必要はないっしょ。あ、これが取れちゃった。どうするかな、まあ、こうやってラインまとめと、まあ、スペイン始めっとね。あ、そうだ、ついでにこのラインもちょっと説明しとくわ。長さとかはよくわかんないけど、先の方からの方がいいかな。リオの、あ、じゃない、とりあえずエアフロのシックスセンスの7、8番伸びない。シックスセンスはノンストレッチコア伸びない。でこれが5メーターぐらいあるのかな、わかんない。でこれがリオのスカンジボディの6、7番を
カットしたやつです。で、そうでさ、このループ、このループの名前さ、もうめんどくせえから山本ループにした。映る？名前つけちゃった昨日。どこら辺だべ、まだあんまり使ってないから癖がついてないね。ちょっと待ってね、もうちょっと先かな。これもね、そう、これもさ、ちゃんと動画でやった方が良かったんだよ。ありがとう。ちょっと緊張しちゃって忘れてたよ。これもちょっと形が歪んじゃっててうまくはまんなくなってるわ。いけっかな。ダメだったらちょっとさっきのやつに変えねえと。あ、抜けた抜けた。でとりあえずもうこうやってきれい一回抜き切っちゃって、でループの大きさをゼロにしちゃった方がいいね。これでこうやってピッピッピッってしごいていくとだんだん中に入っていくから、ちょっと待ってね、だんだんこうしごいてって、でこれがこの今出てんのが中に入りきったら終了。ああ、ちょうどよかった。結構いい感じのところで入ってきました。これで完成状態。抜けないよ。映ってる？映ってる。よし、じゃあ OK。はい、お願い。